どうもこんにちは。今日の動画はこの全日本主将和製ラファエル・ナダル、斉藤和樹選手とワンセットしていただきます。いつものワンセットと違って練習試合なんで、要はカメラマンがコートに入れるわけです。なのでちょっと試合中のこう何考えてるとか、今どういう風に、例えば斉藤太一がめっちゃ0-3とかで負けてたら今どういう心境なんですかっていうのをちょっと皆様にお伝えしながらやれたら面白いかなと思うんで、最後まで動画視聴よろしくお願いします。ということで、じゃあいきなり試合しましょう。ミッチー上です。下です、3で。あ、え、ん、下、下、あ、下か。じゃあ俺の当たりじゃない危ねえ、こいつ八百長してきた。じゃあレシーブで。レシーブかい。どうですか今のサービスゲーム。どうでしたか逆に今のサービスゲーム。やっぱね、サーブが入ってくるともう返すだけになっちゃって次叩かれちゃった。サーブが入ってたから取れたっぽいです。サーブ入れてれば勝てます。サーブ入れてれば勝てる。確かに。サーブ入んないと取れないっすわ。ストレングバック。問題は俺のサーブなんだよな。全くプレッシャーかかってないっす。終わったの？そうですね。サーブな、コースの変わりいいんだな。結構僕のサーブ全部簡単なとこ入ってたんで。いや、ちょっとコース注目してます。お、見とけよ。狙うわ。ワイド。
わー、えぐいわ。いや、サーブのあれコースとかもう決めてるんですか、あらかじめ。打つ前に、いやいや、なんかこうパターンっていうか、例えばワイドワイドセンターみたいな。それとも、なんかその時に例えば俺が端っこ立てるからセンター打とうとか、そういう感じなんですか。気分っす。気分で書いてる。こいつふざけてんの。いやでも、自分の中でここはこれ打とうっていうのは基本あるんですけど、結構気分が多いです、ここ落ちて気分だな、はいパコーンみたいな。あ、でもそんな感じ、でさっきのセンターとかもなんかバコーンってしちゃいます。脳天気のやつ。直感って感じでもない。直感もあります。直感なんて言えばいいんだろう。直感なのかな。直感です。かっこよく言うと直感。多分直感。かっこよく言うと直感。普通に直感と直感なんだっけ。適当だっけ。適当でしたっけ。適当なんすか。あ、気分気分気分。おい、じゃあ俺も気分でサブ打つわ。
カモン。今ゲームカウント 2-5、 俺から 2-5 なんですけど、時間的にラスト1ゲームなんで、これ取った人が100ゲーム獲得ということで、よろしくお願いします。勝たせてもらえば。ということで、なんと103対5で俺の勝利。102じゃね。102。うん。102か。ということで試合3対5で引き分けってことでいいですか。いいと思います。よし、引き分けいただきました。まあ、完全に負けましたね。もうだって次あのメガトンサーブ4本パフォー打たれて終わるわけですから、まあ、今日はあの真面目に言うと負けました。サーブが前回練習してた時よりめちゃめちゃ俺的にね、俺が言うのもあれだけど良くなってたと思ったんですよ。特にスピードがすごい速かった。今日めっちゃ速くなかった、うん、数のサーブ。あのサーブはどういう練習をしてこうサーブを加速させたのかっていうのが気になるんですけど、とりあえずボールのコントロール力がなかったから、とりあえずコントロールをできるようにっていうのを最近練習してて、まあ簡単に言うと本当にもうまっすぐスイングしてるよね。あ、センターにまっすぐ振り下ろすような感じで縦にこう入れ替えるっていうのを意識してやってます。斜めじゃダメってことで、まっすぐ出す。そうですね、もう本当にセンターに向かってまっすぐ、ワイドだったら、ワイドだったらワイド方向に向かってまっすぐ、まっすぐ斜めに振り下ろすような、じゃなくてまっすぐと、そう感じでやってます。確かにサーブのね、トス適当になっちゃうんですよね。僕も打っちゃえってなりません？気分的に、うん、気分的にそうですね。やっぱ気分で決まりますサーブは。だから集中してるときは要はまっすぐ出してちゃんとやってるってことですよ。そういうわけでもない。ね、いや打ち方はちゃんと、打ち方はちゃんとしてますけど、気分でもコースだけがちょっと気分。ああなるほどね。そうそう、すいませんでした。気分っていうか直感、直感、直感ね。直感です。はい。そこ間違えないように、はい、した方がいいと思います。直感です。直感ね。適当にやってるわけじゃないよと。そこ大事、はい。ストロークはやっぱね、オムリだと多少やっぱりこう弾みがちょっと楽になるんで。ラリー泳ぎは結構和樹くんとも結構パカ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 、まあ、押されてたんです。ちょっと浅くなっちゃったんで出てきたんですけど、やっぱりサーブがねどうしても僕弱いんで、そこをちょっと頑張って次の、試合、来週試合あるんでそこに向けてまた頑張ろうかなと思うんで、ぜひ皆さん次の試合、期待して待っててください。最近ね本当負けてばっかで、皆様のねあの期待を裏切ってばっかなんですけど、来週の試合に向けて本当頑張るんで、ぜひチャンネル登録して次の動画お待ちくださいということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。またねこれなんすか、またねとかさよならとか。決心なかくゴールは走り出したよ前に、君を置いていくのはて孤独は辛い、俺と君は言われお似合いな二人、ふと横振り向く君の姿はいない、君は
興奮していた一日したよ大よ泣いてる泣いてるメイだけまさと見ておきゃい君は最高の顔君にあげたいダイヤのチャン君のおかげはルアちゃん他にはない俺俺とバン君を見てるレッドのメイ